はい、どうも皆さんこんにちは。イオンシネマエンタメニュースのお時間がやってまいりました。本日は3月26日に公開となります、魂への牙、こちらの公開前夜祭に、潜入してまいりました。それでは早速やってまいりましょう。本日の中ご登場いただきました。はい、さあでは皆様からまずご挨拶をいただきたいと思いますが、映画完成からまあ約1年熟成期間を経てついに明日公開となります。そのお気持ちと合わせてご挨拶を頂戴したいと思います。アクリル板を入れさせていただきます。遅くなってんのこれ、ね。はい、ちなみにもう一個補足しますと、あの会場の皆さんこれがあの出来上がる様を見てますので、はい、何が出るかちょっと分かっていた状態に。何が何やらじゃないですか。そしたらもうずっとグダグダなのじゃ。そういうことです。いえ、ここからのビシッと締めていきたいと思います。なんなの、はい、よろしくお願いします。大泉さん、明日公開になります。はい、ご挨拶とともにお気持ちをお願いします。いや、皆さん今日はどうもありがとうございます。いやもう本当、東京の緊急事態宣言が毎朝明けまして、いやこのように本当に満席でお客様にお集まりいただくというのが、まあなんかこう本当に感慨深いですね。いつぶりなのかなというぐらいな気持ちがありまして、なんか本当いや、ありがたい、ありがとうございます。本当こういう状況でしたから試写会というものを全くやれていない映画でございましたので、今日が本当に初めて一般の皆様に、映画館で見てもらうという記念すべき、日でございます。初日は明日でございますけど、ぜひ今日見ていただいて、なんか皆さんの感想をいろいろお伺いしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ帰りにですね、住所書いていってください。私の家をね、訪ねたいと思いますので、ランダムでね、訪ねますので、どうぞ書いていってください。よろしくお願いします。本日は今日もありがとうございました。どうも。新人編集者高野恵役、松岡真由さんです。お願いします。皆様お久しぶりです。やっぱり舞台挨拶でもないとお会いする機会がなかなかないので、ついついお久しぶりですと言いたくなってしまう気持ちです。今日は満員のお客様っていうふうに伺ってなかったのでびっくりしました。なんかいろいろ変わってしまったけど、さまざまなことに気をつけてこれからもこの場があり続けたらいいなと改めて思ってます。今日は皆様ご覧になっていただいたということで、どんな感じだったかなと思いつつ、後でいろんな話できたらと思いますので、今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。そして新人カリスマ作家八代聖役、宮沢日生さんです。お願いします。皆さんこんばんは、宮沢日生です。本当にこの景色が久しぶりすぎて、やっぱり人がいると全然違いますね。なんか温度感というか、やっぱり皆さんの熱量をすごく感じますので、今日は短い時間ですけども、皆さんと楽しい時間を過ごせるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして闇を持つモデル城島咲役、池田エライザさんです。お願いします。皆さんこんにちは、こんばんは、池田エライザです。本当に久しぶりに私もこの景色を見て、本当圧巻というか、皆さんのきっといろんな配慮があって今我々がここに立てていると思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。作品について今日も面白い舞台挨拶になりそうな予感がしますよね。大泉さん、面白くなりますよね。いや、もう全力でやります、私本当に。大泉さん任せで頑張ります。よろしくお願いします。
では続いて正体不明な創業家ジュニア伊庭惟孝役中村智也さんです。こんばんは、伊庭惟孝を演じました中村智也です。最近多いなって思うんですけど、ネタバレに気をつけてくださいって出る前にすごい言われる。まあ見てくださった皆さん分かると思いますけど、今日僕多分ほとんど何も喋れないなので、まあ合間合間に嘘を挟んで、いろんな意味で皆さんを騙しながら舞台挨拶やろうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて文芸一筋の皮肉な保守派工藤和夫役佐野史郎さんです。こんばんは、佐野史郎です。撮影が終わって1年余り、まあ緊急事態宣言が発令されて、いつ公開されるんだろう、また延期かなんて、本当に先のことがわからないでおりましたが、この時期で本当に良かったなと思います。まあこの映画に限らず、映画ってやっぱりその時代の鏡だと思うんですよね。で昔の作品でもね、この時期に見るとこういう風に感じるのかとかってあるじゃないですか。でこの作品も2020年が舞台なんだけど、21年の今見るから、あ余計にあこういうことなんだっていう、演じてる時は 僕ら先のことわからないわけですから、そういう意味では本当に先の見えない、別に監督も騙して全員仕組んだわけじゃないと思いますけれども、先がわからない楽しさがあると思います。多くの方にご覧いただけたらと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして早見と対立する冷徹な編集長榎並百合子役木村佳乃さんです。ありがとうございます。木村佳乃でございます。今日は本当にありがとうございます。今佐野さんのお話を聞いていたら、自分の喋ること感動して、自分の喋ること全部忘れちゃいました。本当にそうだなと思って隣に伺ってたら、すっかり全部忘れてしまって、すみません、ちょっと舞い上がっておりますが、本当に今日はたくさんの皆様にここでお会いできたこと感謝申し上げます。皆様はご覧になってくださったので、マスコミの方もいらっしゃいますが、マスコミの方はちょっと耳を塞いでいただいて、撮影の中の面白秘話なども披露できたらなと思います。よろしくお願いいたします。続いて次期社長を狙う合理的な権力者トーマス隆二役佐藤浩市さんです。お願いします。どうもこんばんは。本当ね、映画は撮影が終了して終わりじゃなく、そして完成した作品、それをやっぱりお客さんに見てもらって初めて、そこで成立する。本当この壇上からこんだけ満席のお客さんを見るなんていうのは本当に久しぶりでね、ちょっと自分の中でも逆に妙な違和感があったりして、本当にこういう日常がもうすぐそばに来ていただきたいなと、そう思います。今日は楽しんでいただけたと思いますけど、また公開してからもよろしくお願いいたします。そして最後に吉田大八監督、お願いします。はい、こんばんは、監督の吉田大八です。本当にこの壇上からの風景を皆さんにも見ていただきたいぐらい、もう1年以上こういう風景を見ていなかったなと思って、ちょっと想像以上にすごいなと思ってます。で、まあ本当やっと公開できるんですけれども、本当に今ここにいらっしゃる出演者の皆さん、それからスタッフの皆さん、それから、待っていただいた、観客の皆さん、関係者皆さんの本当にいろんな気持ちでやっと今日この日を迎えることができて、で、まあ、ここからこの勢いに乗って明日からできるだけ長く突っ走りたいと思っております。よろしくお願いします。では一応皆様、ここからフラッシュを焚いての撮影をお控えいただきますようお願い申し上げます。本当にここにいると熱気が違いますね。スク
クリーンでね、このご覧いただくという今回試写会もなかったもので、あの皆さんが正真正銘スクリーンでご覧いただいて初めてのお客様ということになるんですが、まあ皆様のクセモノっぷりに驚かされた方多いかと思います。まあ、そんな中でもクセモノを演じられたキャストの皆さん、あの大泉さん、松岡さん、宮沢さん、池田さんに伺いたいんですが、はい、あの本日はぜひですね、ご自身のその癖の強い、まあ、癖あるなぁとご自身で思われる部分を発表していただきたいなと思うんですけれども、泉さん、そんな部分はありますか？私はでございますね、自分ではですね、私髪は癖ですよ、やっぱりね。これも癖です、ものすごく癖です。正真正銘、ね、これ癖ありますよ、それはね、はい、もうずっと癖ですからね、癖っけとね、クセ系じゃないんですよ。クセ系ですよ。あ、親父曲ですか今？親父曲。あ、びっくりしちゃった。初めて聞いた。すいません、親父曲。だから髪は癖はあるんですけど、私どうですかね。性格には実はあまり癖はない。どうですか。さっぱりしてません私。そうですね。ね。はい。両隣若手なので癖ありますっていうことにはなります。あれ、あ、感じる、私の癖感じます？どっか。クセモノ転がしみたいなところはありますよね。クセモノ転がし。クセモノ転がし。あ、北もいて俺妖怪みたいな言い方しますけど。クセモノをこう転がすのが上手。クセモノ転がすのが上手だなっていうイメージはありましたか。あ、そう。でも確かに、ええ、私クセモノは嫌いじゃないですね、確かに。クセのある方は嫌いじゃないです。うちのもう劇団のメンバーとかもクセだらけですからね。クセのある方は嫌いで、私自身もね、なんかこうもうちょっと癖が欲しいなと思うぐらいで。もうそう考えるともう本当に申し訳ない、髪ぐらいですね。髪は癖っ気ですよ。髪はね、取れないこの癖は。あの皆さん転がす中でご自身のその癖物転がしの部分が身についたなっていうのは実感は大泉さんありますか？いや、どうなんでございましょうかね。なんかこう、なんかあんまりこうなんて言うんでしょうね、こう怖がらないかもしれないですね。なんかこうベテランの方とかでもね、割とだから今回もね、小一さんや、佐野翔さんとか、まあ、癖のある方でしたけど、おい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 っておっしゃいますけど、相当な癖ですけどね、でもなんかこう楽しいんですよね。自覚が持てないんだろうね。いや、癖ありますよね。その辺はあんまりこう楽しく話せちゃうなと思いますけど。ございます。松岡さんはご自身の、まあ、癖のある部分って意識されてますか？私はよくその気持ち悪がられるのは、気持ち悪がられるのってことなんてありますか？ございますの。モーニング娘。が大好きなんですね。はいはいはい、はい、一度バラエティで見せてしまいましたけども。なんか泣かれておりましたですね。泣くんですよ、うんうんうん、で、丸は止められるものでもないし、うん、みんなの魅力を話そうと思ったら、まあ、多少ちょっと気持ち悪くなってしまうところがあるかもしれない。そこはいつも改めてモーニング娘。の魅力を新しい人に伝えようとすると、だいたい何歩か引いちゃう、ね、ああ、そうか。そこにちょっと癖が出るってことですね。出ちゃうときはあると思います。全然、それはもう全然大丈夫だ。良いですか？大丈夫です、大丈夫です。じゃあぜひ一緒にコンサートに。コンサートはご遠慮したと思って。残念です。え、はい、宮沢さんはありますか？癖か。でも僕何かを買うとそれを消費したい欲がすごく強くなるんですよ。だから洗剤とかを買うじゃないですか、買った瞬間にこれをゼロにしたいってなるんですよ。もったいないな。牛乳って、まあ、ちゃんと使うんだよ。無駄遣いはしないんだけど、とにかく買ったものをゼロにしてまた買いたい。伝わってるかな、うん、おじさんちょっと意味分かってない。伝わってる、伝わってない。どういうことですか？例えば、じゃあ柔軟剤を買います、うんうん、で入れるじゃないですか、詰め替え用買ったとして入れて、うん、入れ物に、うん、でそれをいかに早くゼロにするかを試行錯誤してまた買わなきゃいけないじゃない。そうなの。それがすごく自分でも変だなと思うんですけど。一番楽しいのは減る直前ってこと？ちょっと喋りながら途中でちょっと英語入れながら喋ってくる。だからそのディテージェントを買ってそれをファーマシーとかスーパーマーケットで買ってそれをいかにゼロにするかっていう過程を。大泉さんこれ大好きなんです。ひよちゃんのこの英語混じりのトークが大好きなの。これ本当に好きなの。
日本語にもなんかもう違和感ありまくるこのネイティブ英語が入るのが大好き。最高ですね。そうなんですよ。そこですかね、自分の癖は。ちょっと変わってる、はい、変わってるね。どんどん消費してしまうんだ。まあ、いいことね、でもね。そうです。なんかその減らしてる過程が楽しいんでしょうね。はあ、でもちょっと多めに入れたりするってことなんですか、それは。っていうわけではないんですよ。うん、これ多分これ以上説明しても伝わらないですね。伝わんねえな。次。そういうもんですよね、自分の癖っていうのはね。そうかもしれない。理解してもらえないっていうところで、ね。理解してもらえたら癖じゃなくなっちゃうかもしれませんからね。はい。池田さんはいかがでしょう。癖ですか。うん。言われることはないです。あの癖が強いよね、うん、多分ないと思うんですけど、最近自分で気づいて危ないなと思ったのは、うん、仕事が終わって帰るまでが早いんですけど、はいはい、いつも最近行きの車で帰りの三段を立ててることがあるんですよ。もう 行く時からも帰ることを考えてるんだ。いかにカバンから物を出さずに過ごすかで帰るスピードって5秒10秒変わってくるじゃないですか。帰る時にいろいろしまうと時間かかるから。そうなんですよ。だからなるべくカバンをここら辺に置いといて、でだいたい最後のここら辺で車をお願いする、どうだみたいなことをずっと考えてるんですよ。で皆さんのことは、現場でお会いする皆さんのことは大好きなんですけど、もう病的に帰りたくてもうだから最後のワンシーンとかはものすごい帰りたいんですよ。それが矛盾してるところなんですけど、自分のちょっと癖あるとこなのかなってしていえば。お家にいるのが好きなの？お家にいる、お家にだからあの帰るじゃないですか。そっからその日はもう出たくないんです。あー、予定入れたくないんだ。直帰が大好きなんです。直帰したいわけ。直帰したいんです。直帰して、それが昼だろうが朝だろうがもう出ないです。じゃあ、 あの撮影してて、すいません、ちょっと雨が降ってきてしまったので、ちょっと予定してたシーンが撮れません、今日はもうこれで終わりになりますって言ったら、雨ウェルカムな人だから、あーってなるタイプですね。これ案外分かりますよね。そうですか。でも結局後日来なきゃいけないわけだから、それでも早く帰れた方がいいっていう人。1個喜びをもらえたので、プラス1っていう感覚ですね。あー、分かるな。私は俺も分かれたそうなんだ。あなたラストシーンでね、早く帰りたいと思ってたとしたらですよ、この吉田監督のあの組なんてものすごい最悪だったじゃないですか。そうですね。ラストシーンなんてそう簡単にOK出ませんからね。それに関しては本当そうでしたね、監督。あのラストのところ、二人きりのこう、終わるかなってすごい長かったじゃないですか。長いですよ。でまた、いいことをおっしゃるので、うん、あのクランクアップコメントとかも現場がすごい和むから帰りたい。君じゃああれなの、俺のクランクアップコメント早く終わりやと思って聞いてたの。いやもう仕方がない部分なんだと思います。もう自分の抑えきれない気持ちがいいじゃないですか。感動する。だとしたら俺のクランクアップコメントってえらい長いからね。そうでしょうね。人間喋ってるから、今も長いと思ってるんだ。もう変わってんだよと。すいません。そういうところ。癖強いな。いや出ますね、癖強いエピソード、ありがとうございます。さあ、そしてあの本作のテーマ、登場人物全員嘘をついているというコピーがあるんですが、中村さん、佐野さん、木村さん、佐藤さん、監督に伺いたいと思います。今までついた嘘のエピソードを、あの大きくても小さくてもいいので教えていただきたいと思います。中村さん、今までついた嘘ございますか？僕はそんなに嘘をつく側の人間ではないんですけど、身長が僕168だったんですね。でもプロフィールは170になってますね。結構な嘘ついたね。近しな。2センチ足してるね。僕17、18でデビューしてるんで、実に15年以上そのノリで。そのノリってのは2センチ乗せてるっていうこと。ふかしてちょっとドラえもんぐらいのね浮き方でやってきたんですけれども、先日生まれて初めて人間ドックに行ったんですよ。うん、170ありました。お、言ってると伸びるもんなんですね。ね、言霊ですこれは、皆さんも自分に言うと、あ、こんな温かい拍手、それでもまだチビだぞと思ってらっしゃるんでしょう、ね、こんなに今日めちゃくちゃ前から2番目ぐらいですもんね、僕ね。こうなればでもこの2センチでかいんですよ、本当に。皆さんに太っては大したことないかもしれないですけど、でも今170になったってことは、もうあと2ぐらいの、次は172ぐらい言っても大丈夫ですね。あ、なるほど。うん、
ちょっとマネージャーどっかで見て。そうやって頑張っていけば最終的に180ぐらいになるかもしれない。それは証明したいですね。言葉の持つ力。言葉の力で。50、60歳ぐらいで180になれてたらいいですね。中村くん、また大きくなったな。タケノコですか、私。痛いね。ずっと育つみたいな。ちょっとずつ殺傷していく。次は172と。行っていきたいと思います。そうですね、はい、後日プロフィールが変わっていることを皆さん、はい、お確かめいただきたいと思います。もう直そうだ。はい、佐野さんございますか。僕は身長176センチって公表してるんですが、昨年ちょっと1センチ縮まりましたね。まあ、あんまり記事にしないでください。すいません。あれやっぱり飛んで落ちた瞬間にグッと1センチ縮まったんですか。うるさいぞ。そういうことではなくて、骨がはまり直して伸びたいことはない。いやいや、まあ僕も66ですから、年がね、もうおじいさんになるとまあ縮んでいくんでしょうね。原因はわからないです。原因はわからないけど、ちょっと今プロフィールには176センチって書いてありますけど、実際175センチです。ちょっと小さくなっちゃう。あとまあいろいろ細かい嘘はついて生きてきましたけれどもね、この映画がやっぱり一番大嘘をついてますかね。やっぱりね、言えないけどね、映画の中でですか。中でね、しれっと演じてますけどね。そうですね、普通にね、大嘘ついて。そうです ね、撮影してみんな嘘ついてますから、うん、まあ言えないんです本当に。ごめんなさい。ただね、本当にこの映画撮れてよかったなって、クランクインっていうか、僕の出番の最初のカットの時、まあ一緒にいらっしゃった皆さんはね、ご存知ですけど、本当にちょっとうるうるしちゃいました。あ、そうですね、本当にもう一回こうカメラの前で演じることができてありがたいって本当に心の底から思ったん で、 ですよ、ね、そこは嘘ついてないかな。そうですね、だけどそれ以外大体嘘です。あれでだって怪我からどれやめなさいって具体的に。まあでもまあね、そういうことを嘘をつきながら撮影しておりました。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、木村さん、今までついた嘘ございますか。はい、木村家はエイプリルフールに嘘を付き合うという習慣がございまして。はい、そうなんです。なので私も小さい時からエイプリルフールは必ずいろんな嘘をついて家族同士で楽しんでいて、まあ、就職してからはまあ、マネージャーさんをちょこちょこ騙して、である時すごい成功しまして、朝撮影があったんですけど、マネージャーさんに電話して、お風呂場で石鹸を踏んで転んじゃって、お風呂場の縁に顔を打って、もう目の上がタンコみたいに腫れちゃったからどうしようって言ったら、あなた今すぐ病院に行きなさい、もう撮影はいいからって言われて、あ、ちょっと悪いなと思ったんですけど、引っ込みがつかなくなってしまって、とりあえずとりあえず撮影現場に行ったら、もうマネージャーさんも他の現場から飛んできてて、良いエピソードです。はい、ちょっと最後ふわっとしたな。最後はなんだなんかそれ落ちで本当にそれで顔ぶつけたってなるのかと思ったら、いや本当にエイプリルフールなので嘘をついていいという認識なんですね、小さい時からその習慣だった。そうかそうか。ひよくんもそうじゃない。はい、あ、そうですね。で、はい、ひよくんもきっとそう。なんでひよくんもそう。外国の外国の、はい、そうなの。はい、うちもうちっていうかみんなそうじゃないんですか。2月1日にそんな家族で嘘つきつめちゃくちゃつくんですよ。みんなつかないんですか。つきますよね、ひよくん。つきます。やるよという方はどれぐらいいますか。我が家やりますってこと。日本人そんなつかないよね。必ずつくの、家族で。はい、4月1日になったら、はい、友達とか。そうです、友達もやります。連絡して嘘ついたりしますけど、みんなやらないんだ。いや、日本人結構やられたらイラッとするな、本当にやられたら。そうなんだ、だからあんまりやっちゃいけないんだなって、そのお風呂場のお石鹸踏んで滑った。それは何、見破って楽しむわけ。それは嘘だろうとかじゃないの。そのもう嘘つき合ってそれでキラキラ笑ってんの。そうです、そうです。嘘だって分かってんの。分かんないの。すぐ見破られます、家族とか友達は。また来るなって思われてるんで。ああ、でそれは嘘でしょって言って笑うわけ。はい。ちなみに木村さん、今年も近づいてますが、もう考えてるんですか。今年はもう行っちゃったので、きっとマネージャーさんたちも警戒してると思います。またあいつはやるぞと思って、はい、かなり実はもう警戒されてるんです、ここ最近。子供、娘にはちょっとやったりしました。はい、私はどんな嘘になるのかちょっと楽しみですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん、嘘をつかれたことはございますか。
いやね、本当皆さんいろんなエピソードを持っておられて羨ましいなと思うぐらい、こう見えてね、しれっと嘘がつけるような賢さも度胸もない人間なんで、ね、ほとんど僕、うちの親父は結構嘘つきだったんですけど、ね、僕はあまりその嘘がねつけれるタイプじゃないんですよ実は。ね、次郎さん。まあそういうことにしとこう。使わないんですか嘘。いや本当ね、まあ多分細かいことっていうのはなんか、あ、ごめんなさい、うちの電話が止まっててとかって昔それであの遅刻の言い訳にしたりとか、そういうことは、まあ、もうね数十年前の話ですからね、まあ、電話が止まっててあれだったっていうのはそういうことはありましたけどね。そんなつかないんですね。ありがとうございます。ないです。吉田監督はございますか。はい、あの名前に数字が入ってるんですけど、よくどうしてそういう名前なんですかって聞かれた時に、あの、まあ、僕はあの八男坊の末っ子なんですけれどっていう嘘を今の嘘ですか。そうです。あのというと、まあ、大体皆さん嘘だろって最初から言う方いなくて、おおって驚かれるで、多分、まあ、今まで多分この嘘はもう300回以上ついてきてるんですけど、多分あのそのうち何割かはあの訂正しないまま終わってるので、もしかしたらまだあの八男坊の末っ子っていうことを信じられてる方がいらっしゃるかもしれないという話です。はい、一番上のお兄さんは第一さんだと思ってる方が多いと思だったんでしょうね、きっとね。第八。はい、第八。そう考えると第八監督っていうかね。末広がいいですね。ね、末広。うん、八番目の監督みたいな聞こえたりしますね。そうですね、八番目に呼ばれた監督みたいな、はい、第八監督。これをもって知る方もいらっしゃると思いますけれども、あのちなみに大泉さん、このキャスト、そして吉田監督も含めて、この人にだったら騙されてもいいなと思われる方、どなたか挙げていただきたいんですが。いやー、そうですね、やっぱりでも女性から騙されたらやっぱりなんか怒れなくないですか、やっぱりね。うん、なんかね、なんかこう、わかんないけど、全員エライザちゃんあたりがね、あんまりこう、はい、怒らないかもしれないね。なんかこう、男の人からなんかもうそれくだらない、どうでもいい嘘つかれたらイラッとするかもしれませんね。なんか、ヒヨ君あたりにエイプリルフールにつかれたらちょっとイラッとするかもしれない。どんな嘘つくわけ、家族に。なんか、あなた今の年でもつくわけ。はい、つきますよ。去年とかついたの。去年もおそらくどんな嘘をついたか覚えてないですけど、でも友達から来たのは、うん、あの渋谷のハチ公が盗まれたよだから見に行けって言われて、もちろん行かないですけど、一瞬本当なのかなって言って調べましたもん。渋谷ハチ公盗難みたいなちゃんとありました。そういう嘘ですよ、エイプリルフールは。いや、イラッとするな。ヒヨ君からそれやられたらイラッとするな。ね、でも割と信じてしまうのでね、私なんか。ですか。私はやっぱり騙されやすいんです。割とそのまま受け取るから、俺多分ハチ公前まで行ってるね。あるぞ、この野郎いや、嘘だと許しちゃうな。いいですね、でも楽しそうですね、考えるのが、木村さん、宮田さん。そうですね、ね、楽しいかもしれない、ね。はい、ありがとうございます。それでは、いよいよ明日公開となります。大泉さん、最後に皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、いよいよ明日公開ということでございまして、去年の6月に公開する予定だった映画が、やっと公開になります。先ほど佐野さんがおっしゃってたのがもう本当にその通りだなと思いまして、今公開になったこの映画は今公開する意味がどっかにあるんだろうなというふうに思っております。映画館は本当に安全なところだと、聞いております。空気がですね、定期的に入れ替わっているそうでございますので、今このなかなかね閉塞感のある時代ではございますけど、そういう時に見てとっても気持ちのいいスカッとする、気持ちのいいエンターテインメントの、映画だと思います。ストーリーにどうか気持ちよく乗っていただいて、気持ちよく騙されていただいて、なんかこう大きな物語のうねりに乗っかっていただければというふうに思っております。老若男女、男性も女性も皆さん楽しめるスリリングな、
映画でございますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今日見ていただいた皆様ですね、なんとか大いに様々なところで宣伝していただいて、ネット上で盛り上げていただければと思っております。だまきばでやるんでしたっけ、そうですか、だまきばみたいなことでね、感想を書いていただいてですね、いつも私言うんですけども、私今まであんまり大泉を好きじゃなかったんだけど今回良かったというふうに書くんですよ皆さんね。ようちゃん良かったって言うとですね、ただのファンが褒めたと思われてしまうんですね。あ、これ大泉のファンだ、あんまり見えなくて、俺あんまり好きじゃないんだけど今回の大泉は良かったよねみたいなふうにやると真実味が増すわけで、そういうの必ずそうやって言われたからそうやって書いたよ、ようちゃんって書くやつバカいるんだよ、だからダメなんだと真剣にね書いていただいてね、そうそう、こういうところに癖があるんだね、大いに宣伝していただければというふうに思っております。どうぞ魂の牙をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。トリニティ舞台は大手出版社訓風社、編集長の速水は配管機器の雑誌トリニティ存続のため新人編集者高野と共に動き出す。トリニティが潰れたらさ、他の雑誌は震え上がるだろうな。しかし彼らは会社の権力争いと陰謀の渦に巻き込まれていく。もう先生には近づかないでください。新しい才能を諦めなきゃいけないんでしょうか。一瞬で切られるぞ。こんなもん絶対無理だ。才能を集めればまだまだ雑誌だって戦えるんだから、面白ければ目玉は何個あったっていいんだ。熱き男の思いに動かされ危機を乗り越えた彼らには想像を超える感動が待っている。いや、この笑顔を信じてはいけない。結局この人の仕掛けにはまった。あなたはすでに騙されている。お前こんなこと考えてたのか。クセ者だらけ、騙し合いバトルの幕が上がる。正気かよ。おい、こんなやり方許せません。改革のスタートを祝って。まだ逃がしませんよ。要するに全部嘘や。戦争だな。タヌキ黙らせろよ。登場人物全員嘘をついている。衝撃の結末を見届けよ。騙し絵の牙。人を騙してそんなに面白いですか。めちゃくちゃ面白いです。公開決定。これだけは信じて。